こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、今日は、オーストラリアと日本とアマゾン。まあ、何がえ違うか、ね、その違い。まあ所得はね、結局高いっていうのがどういうことなのか、まあ、なかなか日本にしか住んだことない人はね、えー、想像しにくいというか、逆にこのね、 前回バカでも年収1000万というこの記事と動画書いたらね、オーストラリアはバカが多いというように捉えられたんで、まあ、そうかもしれないですけど、そういう、まあ、わけでもないというか、そういう単純な話ではなくてね、まあえー、ちょっと基盤としたことが伝わってないから、まあ、日本とアメリカとの比較というのでね、まあ、ちょっと、えー、もうちょっと掘り下げてみるというか、えー、商品探しの、ね、ヒント、ヒントですね。まあ、この、えー 誰でも年収1000万、まあ、くだらないものを売った方が儲かるということでね、えー、ちょっと解説記事です、まあ。オーストラリアと日本、あるいはアメリカの違い。これね、オーストラリアは最低賃金が定められていて、破ると罰則が重いと、ね。オーストラリアでは日本とアメリカでも、所得が低い仕事でもオーストラリアは高収入を得られるというのがね、まあ大きな違いです。 例えばこれ、日本の所得例ですけど、まあ、年収300万から400万円、まあ、こういう職種ですというのがね、例えばグラフィックデザイナーとか、インスタイラストレーター、ウェブデザイナー、アパレルの販売員、まあ、配送ドライバー、ね、ショップの店員さん、塾の講師、組立工、板金工、大工、飛び職、鉄金工、土木作業員、左官、まあ、建築関係ですよね。あるいは飲食関係、調理師、ね、歯科衛生士、アニメーター、栄養士、保育士、派遣社員、タクシー運転手、 ね、年収300万400万今の日本の状況だともしかしたらもうちょっと低いというかね300万前後になってる職種もこんな結構ありますよねでしかも労働時間が長いとね、えー、時,時給換算するとコンビニのアルバイトより低い場合もある、ねえーそのえー、勤務してね準備時間は時給に含まれないとかね、えー、塾講師授業がなかったら給料なしとかね、えー、ひどいのもありますけどオーストラリアもね えー、出社させたらもう最低賃金払わなきゃいけないという決まりがありますで罰則も、ねえー、非常に重いもうとんでもない割に合わないな何万ドルとかね、えー、日本の飲食業が日本と同じことをオーストラリアやってたらね、えー、うまく繁盛してきたなと思う頃に撤退しなきゃいけないような罰金がかかるというような状況ですでさらに、ね、日本だと年収低い2 3 0 0万警備員ホームヘルパー、用務員 理容師、美容師、エステティシャン、調理スタッフ、ね、ホールスタッフ、ビル清掃員と。ね、まあ、こいつなんですけど、まだ本当誰でもなれるような仕事、ね、所得が低いと。で、これは日本の場合の所得分布です。で、アメリカでもほぼ同じ状況。アメリカの場合ね、逆に、えー、ホテルとかね、えー、飲食なんかのサービス関係は、給料が安い代わりにサービスのいいやつ、腕のいいやつはチップがもらえるということでね、 えー、最低賃金はとんでもなく低かったりします。時給3ドルとかね、えー、2ドルとかあります。すごいとこだとね、時給ただでチップだけで稼げってとこもあります。ただ、オーストラリアではそんなこと許されないと。どんな仕事でも、えー、ビル清掃員でも最低賃金が保障されてますんでね、えー、年収700万円を超えるで。販売店員とかだとね、休日出勤とか夜間、えー、手当とかね、あるいはね、 長い時間働か,せる働かせると時給加算とかでまあ何の仕事をやってるかっていうよりね休日出勤が多い仕事あるいはね、えー、残業が多い仕事だと年収1000万超えるのが普通という結果ですこの結果いろんなシーンで販売価格にアンバランスな状況が定着してます例えば年収が低い人ね本来本来って言っちゃ変ですけどまあ、えー、日本とかアメリカと年収が低い人 ねえー、給料1000万もらってるからといって、まあ、ランチやディナーでね、えー、ミシュランの星を取るようなレストランに行くかって言ったら、まあ、普通行かないですよね、えー。フードコートで食べると。で、フードコートで食べる人が年収高いですから、フードコートの値段が異常に高い。ね。フードコートに行っても1000円か2000円以上の出費になる。これは日本とアメリカに比べると3倍の費用です。しかし、高級店では3倍以上の開きはないと。 例えば日本だとね、安く食べられる弥生券、ラーメン屋の一風堂、マクドナルド、まあ、この辺高いです。オーストラリアだとまあ3倍、きれいに3倍ね、ね、えー、まあ、あるいは5倍近いと時もありますけど、えー、一風堂にね、えー、グラス20ドル近いワインとか、ね、ビールとかね、ビールおかわりして、一風堂の支払いが1人ね、40ドルとかって。 日本だと考えられないですよね一風堂で普通に食事しに行って1人3000円以上払うやつはそうそういないと思うんですけどまあオーストラリアだと普通にいて、えー、しかもそれでも大繁盛というような状況ですだからねこういうブーブークッションとかねびっくりチキンね、えー、こんなもんね、えー、日本の年収1000万の銀行員が買うかと、ね、ただね年収1000万の警備員 かもしれないですよね。まあ、非常に差別的な言い方をしてるのは分かってますけど、まあ、要は、日本だと非常に年収の低い職種の人たち、ね、も、オーストラリアと収入高いと。で、くだらないものを買う需要はたくさんあるのに満たされていないのがオーストラリア市場。 飲食店なんかだと、まあ、マクドナルドってなんで、もさっさと出て、もガンガン稼いでますけど、まあ、最近にプードとかラーメンチェーンとか出てますね、日本の定食屋さんとか。まあ、その辺は結局ね、まあ、それがくだらないのかどうなのか別として、まあ、日本やアメリカだとね、えー、やっぱり所得の低い人が食べに来る場所なんで、低い、安い値段で売らないと売れないものでも、オーストラリアと高く売れてしまうと。ね、で、 商売の鉄則というかね、えー、儲け方の原則として、あぶく銭を持った人に全く必要性のない贅沢品を売るのが一番儲かると。これはね、あの別に私がやってなくて、ユダヤの金持ちの基本です。商売、何を選ぶっていうのは、このあぶく銭を持った人に全く必要性のないものを売る、贅沢品を売る、ね。あるいは食べ物を売るっていうのが、ユダヤの金持ち家の鉄則。そういった点では、まあ、オーストラリア市場は理想的な市場です。 まあだからね、まあ、いいものを高くというのを考えると、いいものを買う人っていうのはね、ある程度購買するのに慎重な傾向があるっていうのは、これ日本もアメリカも一緒です。オーストラリアも一緒です。ただ、ね、手元にあるね、子供がお年玉もらったらね、ほっとくと全部使ってきちゃうみたいなね、その子供がそのまま大人になったような人がいっぱいいるのがオーストラリア。おや バカでも年収1000万案ずるより売るがいしで、オーストラリアのバカが多いと言ったのは、むしろ誤解させたりで正しく理解されたのかもしれないですね。その、えー、バカが多い、金を使うバカが多いというね、あえてわかりやすくバカと言っちゃいますけど、そのね、えー、全部使っちゃだめですよと注意しなきゃいけないような人が年収1000万を取ってるというのがね、オーストラリアの特色なんで、まあ、日本やアメリカの年収1000万、 取ってる人をターゲットにしたね、えー、商品を売る必要がない。というか、それはね、そういうのを買う人はある程度値段にもうるさいし、保証運動とかね、値段を比較してとかっていうのがあるのが、まあ世界共通だと思います。日本とアメリカと、まあアメリカはやってる人少ないか。日本の普段の生活で考えて、まあ意外にね、意外に金持ちってお金使わないんだなというのを感じたことある人であれば、まあそれはその通りでね、ね、えー、商品探しの時にはできるだけ、えー で持ってるかね、そのまま使っちゃうような人は買うものを扱った方が、値段がね、えー、すごい高くずれてても文句も出ないし、変なもの売ってもクレームもつけてこないし、まあ、非常に売りやすい、儲けやすいって傾向があります。そういった意味では、オーストラリアね、えー、儲けやすい人がたくさんいます。えー、そんな形で、市場特性の違い、最低賃金が国によってね、厳しく守られてるから、まあ、どんな職種でもね、えー、ある程度所得が高いと。 だったら、その、ある程度所得が高くてね、えー、よくわかんない、あの、面倒だからクレームもいいやというような人に売った方が儲けやすいというのがね、日本とアメリカ、えー、それとオーストラリアを比べた時のオーストラリアの特徴です。まあ、商品探しについてはね、これを前提に考えないとなかなか売れるって言ってもオーストラリアはね、あんま儲かんないじゃんということになっちゃいますんでね、これ前提に商品探しをしていろいろテストしてみてください。 個別サポートの方はえ、じゃあこういう商品どうだというのね、また個別に、えー、提示していただければ、えー、こちらの方でね、えー、添削しますので、お気軽にどしどし、えー、どっか仕入れにふさわしいお店行って、えー、商品内容をお知らせくださいで。仕入れにふさわしい店がどっかわかんないというときはね、またスカイプとかチャットワークでサポートしますんで、 お気軽にスカイプだったら予約チャットワークであれば、えー、どこ行きましょうかという方にね、ご質問していただければいいと思います。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。